Hello, LifeWave. It is great to be part of our LifeWave Connect business webinar. この素晴らしい会社、そして皆さんに会えることを本当に楽しみにしてまいりました。私、ライアン・バーソン、セールスのグローバルシニア・バイス・プレジデントです。私はまだあこの企業に新しいんですけれども、非常にこちら楽しみにしてまいりました。 そして私自身の「ライフウェーブ」でのジャニーこれを楽しみにしてきたわけなんですそしてこちらのウェビナー皆さんにお会いできたわけなんですけれども私は業界で25年間今まで働いてきましたリンクト d インでデイビッド・シュミットにコンタクトを受けてから あそれ以来すでに6月が経ったわけなんですけれども非常にいろいろなことが起こりましたえ私はあこの業界先ほど申しましたように25年以上いるわけなんですけれども六つの国々あ6つの大陸60の国々でのお仕事を今までしてきました そしてその業界の中で非常に私が特に好きな仕事の内容というのはイベントに参加することです。私たちもグローバルコンベンションオーランドで10月にあるわけですけれどもこちらについても詳しく後でお話をしていきたいと思います。そしてデビットはこの商品 こちらについて一番最初にいろいろ話をしてくれたわけなんですけれども今でも私はこちら使ってるんですよ。そして私たちはこれからもたくさんのビジネスチャンスを,を迎えていると思います。え今日はあ皆さんに素晴らしい人を紹介したいと思っています。 シニアイバイスプレジデントのアンドレ・ダボーディです。彼についていくつかお話をさせていただきたいんですけれども、私は先週初めて彼とお話をしました。私もこの会社、まだ新しいものですので、アンドレはもうこの業界で20年以上働いています。彼はライフウェブを友達から 紹介を受けて学ぶことになったんですそして実際にパッチをつけてみて非常に気に入ったあそういったことで始めたわけですこういった話を聞くのは私はとても大好きなんですえ2022年の7月からライフウェーブに参加して えそして二千二十三年の六月にはアシニアバイスプレジデントとなったわけです。えそしてえ彼はあ非常に本日楽しみにしています。アンドラさん、あそれでは始めたいと思います。まず最初に自己紹介をお願いできますか。えまず最初に簡単に。 ライフウブの以前の人生についてお話をしていただけますかそしてどのようにこの業界に参加するようになったのかお話をしてくださいライオンさんご紹介どうもありがとうございますえ皆様にこのようにお会いできるの本当に光栄と思っていますえ本日水曜日ですねそうです水曜日です えそして皆さん時間を取ってこちらに参加していただいたことを本当に感謝していますえ私はカリフォルニア州グレンドールの出身です197年にアメリカにやってきましたあ私は難民だったんです私が この新しい国でどんなことができるかとワクワクしてきたんです本当にたくさんのおチャンスのある国だと思っていますそして1997年にアメリカに来てからあ私のおじさんホぜにいたんですけれどもそれでいろいろアメリカについて教えてくれたんです そしてその後にロサンゼルスに、1999年ですかそのくらいに引っ越してまいりました。そして、自動車の部品に関するビジネスを行いました。そして、その後にですね、友達の方からいろいろなことを、 アメリカについて学んでいくうちにですね、このす素晴らしいネットワーキングビジネスについて学んだのです。これは実に私にとって夢のようなそういった機会でした。 いろいろな人たちとビジネスを行うことができるえそして非常にビジネスに関してのポジティブな考え方を持っているそういったことが非常に気になりましたえそしてその頃ですねえもっともっといろんなことについて学ぼうと感じている時だったんですそして えまあ、ネットワークマーケティングというよりはあリレーーシションンップマーケティングですねえこちらについてもっといろいろ学ぶようになったんです。2010年2011年ですねえその頃ににいたネットワークマーケティングの会社を,を辞めていました。あそれも 私があいろいろな同僚ですとかあ、まあ、ビタミン剤ですとか CBD のオイルですとかもう皆さん非常に競争が激しくて他の人を蹴落としてもやっていくといったこういった環境が嫌になっていたんです。そそしててののためにに他のこととをやってみようというふういふ 思うようよになりましたこういった業界にいたことによっていろいろと人とのコネクションも増えていったと言ったことがありましたので、えー、2019年にで ままで他のことを行いましたその頃に私は健康をちょっとがしてしまいましてリンダ・サンチェスという友達彼女がこの素晴らしい商品について教えてくれたんですデビット・シュミットという人が発明したんだというふうに教えてくれましたそれで使ってみようかなというふうに感じたんです それ以来私の人生は本当に素晴らしく変わったんです今までないほどにハッピーになれましたそしてこのお会社に非常に興味を持つようになったんですそしてその他にもデビッド・シュミットを 彼が発明するといったものについて、いろいろ学ぶように祈って、非常に興味を持ったんです。彼は会社を始めて、それでどんどんとその会社は大きくなっていったところだったんです。会社の 規模としても非常にすでに大きくなってきているところで信用ができるものでした。そして今まで私が経験してきたような、そんなネットワークマーケティングの会社とは一角を期しているというふうに思ったんです。そのために、本当に 素晴らしい。他の人たちを助けることができる。そんなような商品についてビジネスを推してみたいなというふうに思うようになったんです。ライフウェイブというのは他に他を見ない非常にユニークな会社だと思っています。アンドレさん、あなたのストーリーお話ししてくださってありがとうございます。非常にいくつか大切な ポイントについててお話をしてくださったと思うんです私が「ライフウェーブ」という会社に入りたいと思うようになったのと非常に似ていました私がこの会社について学んでいくうちに非常に信頼のいくものだというふうに感じるようになったんですそして私たち 長いことこの会社で働いている方々に非常にそういった点で感謝ができるといいう,うに思います本日はイベントのその持つ力について話をしていきたいと思うんですけれども私が初めてこの業界でイベントに参加したことを非常によく覚えています。 1999年の初旬のことでしたあそしていろいろな人たちとつながりを持ちたいという人々が集っていたんです本当に今まで経験がしたことがないようなあそんな体験をしたんです千人もの人たちが集まっていてそのパワーをエネルギーを感じることができました そうしましたら、なぜあなたにとってイベントというのは大切なのかお話ししていただけますかそうですね。あなたのストーリーを形成するにあたりまして、その話に深みや意味を持たす。それに助けになると思っています。あなたは 自分のキャラクターそしてストーリーのナレティブこういったところに色をつけることができると思っていますあなたの成長チャレンジそして変化そしてあなたがもっと良くなっていきたいというそういったモチベーションにも影響を与えると思っていますそうですねエンンゲージメント オーディオンスがあつながりたいと思っているそういったパワーそれを感じることができると思うんですそしてあなたの経験それをおシェアすることもできますそのためにイベントというのは意味があると思いますそうですねその通りだと思います 私も本当に共鳴します。もう何年も前のことなんですけれどもリーダーはイベントで疲れれるというふうに聞いたことがあるんですいろいろなレベルにおいてですいろいろな人たち皆同じような志の人たちそういった人たちとつながることによっていろいろ学ぶことがあります。 新しく企業に入った人たち、ステージに登って表彰される人たちを見て、私もああいうふうになりたい、そう感じることが多いと思います。そうですね。そういったことがあるんだと思うんです。そして、ライフウェブにおいて、なぜイベントは大切だと思われますかあそうですね。 これは成長に欠かせないものだと思います。コミュニティを作り出して、そしてイベントにより、メンバーが知識をシェアをしたり、同じ考え方を持っている人たちと繋がることができる、そういった機会を与えてくれると思うんです。 そして、人々の成長を目の当たりにすることができるわけです。コンフェレンス、セミナー、ワークショップ、ランチ、こういったイベントをすべてにおいて、いわゆるプロフェッショナルデベロップメント、これにも役に立つと思います。ライフウェーブの商品について詳しく知 ライフウェーブという会社のミッション、サービス、それについて学ぶことができます。それとも他に、自分はその会社に帰属しているんだ。そういったつながりを感じることもできるんです。そしてサポートネットワーク、そういったものを構築することができます。 そのため一人一人が成長するのにとても助かると思いますサポートネットワークという言葉非常に大切だと思っています私たちがライフウェーブのような機会に恵まれる時他の人たちともシェアしたいと感じるはずですそれでもいろいろ 浮き沈みはあるものですそしてといいう人たちもいますそれでもイベントに参加することによってそのようないろいろな大変なこと苦労もあるんだといったことを学ぶことができるだけです。そしてそういった時にサポートネットワークというのは非常に大切になると思います。 あなたがライフウェーブではあイベントを参加することによってどのような違いが出てきたと思いますか。あ、そうですね。いろいろあると思います。まず最初に学び、ネットワーク、えそしてえ他にの人たちに知ってもらうといったこと、おそしてインスピレーションを得る。 そしてあ問題解決そして個人の成長こういったことをべてが起こりますそのためにイベントは非常にいい機会だと思っていますパートナー業界そしてエクスパートこういった人たちと関係を築いていくことができます そしてその他にもたくさんの学びがありますその業界についての最新情報を知ることもできますし新しい商品について学ぶこともできますそして自分のビジネスにも非常にそういった知識が役に立ちます こういったことが非常に大切なことだと思っています。そして、フィードバックを得たり、あなたのターゲットとなる、そういったオーディエンス、そういった人たちのニーズを学ぶこともできるわけです。そして自分が提供しているサービス、これに何か あ、改善することがあれば、そういったヒントを得ることもできます。え、そしてえ個人の成長というのが促されると思います。成功というのは簡単に。得ることができるものではありません。あなたは？あ、嫌なことでも。 やっていかなくてはいけないえそういったことも学びますアンドレさんいろいろお話しいただいたことですねえ私にとってもいろいろなことを考えさせてくださいます昔そうだと思っていたことでも忘れてしまったようなことそういったことについて本 思い起こさせてくれます。ネットワークマーケティングというのは、いわゆる仕事なわけですよね。たくさんの苦労も必要です。そして、こういったイベントに参加することによって、他の人たちがどんな苦労しているのか学ぶこともできて、いろいろ感銘を受けることがあると思います。そして、イベントということによって、 イベントからイベントにどんどん構築していくことをそれに対してはどのように思われますか構築すすするることででねそれにはストラテジーがあるんですいわゆるモメンタムと呼ばれるような勢いそしてコネクションつながりそして知識こういったものを利用する必要があります。 そしてトレーニング一つが一つのイベントと唱えるのではなくて一つのトレーニングのようなイベントが次のイベントに役に立つものだとその継続性のあるものだと考えていますそしてリソースを最大限に利用する そういったこともありますイベントはそれ一つで終わるのではなくそれから続いていくものだということそして一つのイベントで得た皆さんのエクサイトメントこれを追い続けてその気持ちの高揚を 持っっててていいいけるようにしていきたいと思っています人というのは自分の夢でさえ忘れてしまうと言ったことがあります。そのために継続して行うことがとても大切だと思います。どのビジネスにおいても同じだと思います。イベント、ミーティング、 次々と行うこと。例えば、一週間に一度のミーティング、なぜ行うのかあ、それは続けることによって、その参加者の気持ちの向上を続けて、えー、持たせることなんですあ。とてもいいことだと思います。いろいろなアイディアについてお話をしてくださいました。えー、そしてですね、 ハイディさんからのコメントなんですけれども、私は、例えば8月2022年のイベントですね、新しい58人の人たちとのつながりをつけることができたんです。そのように言ってらっしゃる方もいます。 え小さなイベントでもどんどん続けていくことが大切だというふうにアンドレスさん言ってくださったわけなんですけれどもそれではイベントのその定義付けというのは何なんでしょうか人によって違うと思います私にとってはいつでも2人以上の人たちが集まればイベントになるということに基づけば例えば 家でのミーティングですとか1対1の電話での会話そしてソーシャルメディアでつなることこれもイベントになりうるわけですそして Zoom でのミーティングというのは非常にパワフルなイベントす。 だと思っていますこういったものが重なって例えばインセンティブトリップになったりライフ・アブ・コンベンションになったりとかするわけです。今ローレンスさんからコメントいただきましたパッチパーティーこれも素晴らしいと思います。えそしてどどんどんとイベントを を活用してつなげてげいくそしてアンドレスは「モメンタム」という言葉を使っていらっしゃったんですけれどもこれは勢いといいととととうことですすねてても大切だと思っていますそしてこういったことを長年にわたって私はチームのメンバーと共有してきましたそしてシェアをしていくこと人々は皆 チームの一員になりたいいと願っているわけです。えそして「ライフウェーブ」をいつまでもシェアするといったことあなたがどのようなことについてライフウェーブの中で非常に感激しているのかエキサイティングだと思っているのかそういったことをシェアしていくことができます。そして いろいろなイベント、パッチパーティーなどに用いてください。次の質問です。ライフウェーブのパートナーというのは全てのイベントに参加した方がいいんでしょうかあそうですね。皆同じように同じようなことを言っているんです。同じことを。 何度も何度も聞くかもしれません。それでも、イベントを、に参加すると言ったこと、ブランドパートナー、あまた新しいブランドパートナーですね。そして、トレーニングのセッションですね。こういったものは、あ新しい ブランドパートナーにとって非常に特に大切なことです特にですねトレーニング新しいことを知ることはとても大切です商品そしてビジネスモデルサービスこういったことによって非常に効果的なストラテジーを学ぶことができます そしていろいろなスキルを開発するにも役に立ちます。ワークショップですとかそういったものによってコミュニケーションやネットワークセールスこういったスキルをアップすることができます。 こういったスキルというのは成功において非常に大切なものですその他にもネットワークという功用があります。他のパートナーそしてメンター業界のプロそしてコラボが生まれるかもしれませんそしてお互いに、 サポートし合いパートナーシップを得ることができるかもしれませんそして企業の文化についても学ぶことができますその他にもいろいろなリコグニションの表彰こういったものもありますもうずっとこのことについて話していけます本当にすべて素晴らしいことだと思います え、いくつか、シェアをさせていただきたいんですけれども、あなたがおっしゃるように、え、イベントというのは大切なことですけれども、すべてのことに参加したり学ぶことはできません。私も新しくライフウェーブに入って、いろいろなイベントに、 参加しているわけなんですけれども、時々情報をミスしたりとか、または忘れてしまうこともあるわけです。しかしながら、どんどんとイベントに参加することによって、自信をどんどんつけていくことができます。他の人たちも自分と同じように苦労しているのだといったことを学ぶことによって、 自分でもどんどん自信をつけていくことができるんです。あなたはライフウェーブの私よりもずっとベテランなわけなんですけれどもこの会社は来年20周年を迎えます。そしてこれだけ長くライフウェーブにいらっしゃる方々ベテランのリーダーの方々ですね。 こういった人たちもイベントというのは参加した方がいいんでしょうか ?100% イエスと言えます。ベテランのリーダーも最新の情報を知る必要があります。そして自分が持っている知識を他の人たちと交換することもできるんです。彼らの アプローチというのは新しく入った人たちと違うかもしれないといったことはありますそれでもえ長くいる人たちはイベントに参加してもおいろいろなことを教える立場にあるかもしれませんそれでもそういった人たちでも学ぶことはたくさんあるんです 例えば業界の新しいトレンドだったり新しいトレンドをそして商品の市場の変化そういったことについていろいろと教えてもらえるわけですそしてその他にもいろいろな人たちとつながることができるわけですそして 自分の経験そういったものについてお互い学ぶことができますそしてそれが自分のストラテジーをより良いものにするそんなことに役に立ちますそして自分のチームに自分が今まで行ってきたこと成功したこと失敗したこと 両方ととも話すすことができますたくさんの人たちはネットワークだけにフォーカスを置いてもう業界に長いからあんまりセッションに出なくていいというふうに考えている人がいるかもしれませんアンドルさんちょっと映像が止まってしまいましたね。そして まあイベントによってはこのような技術の問題も出てくるわけなんです。これはあ実際にこういったことがあるといういい例になったわけですね。えー、アンドリさん待っている間にですね、えー、今お話ししてくださったことをリーダーシップは役割でもあるといったあこと。 について私もお話しさせていいいたただきたいと思いますえ皆さんこういったイベントに参加することによってどんどんとそういった知識をアップデートすることは大切だと思います。そしてえ私以前にいたオフィスなんですけれどもリーダーシップ とはあ例になることだというふうに書いてありました。ああなたがやること、あなたが言うこと、そういったことはあ企業のみんながあそれを,を見て学ぶぶといったことになります。えそしてえいろいろなあ自分の経験やあ例に用 でリードしていいくとととったことがあると思いますまたあコメントが来ています「ライフウェブのイベントは本当に素晴らしい」というふうに、えー、言ってくださっています、えー、そして、えーまあ、あアンドレスさん戻ってらっしゃいましたかあまだのようですね、えー、それでは。 いいいいいくつつかのコンセプトにててお話をさせたただきたいと思いますあそしてなぜイベントに参加するかといったことなんですけれども新しい人そしてベテランの方々あ私たちはイベントに出ることで違いが出てくるといったことがあります。 え、プロモートをすることができるわけなんです。え、なぜ次のイベントに参加した方がいいのか。こういったことについて他の人たちにお話をしていただくことができます。まず、リコグニションの表彰式があります。え、そして、 え、いろいろ、お、ランクが高くなった人たち、え、そういった人たちを、を表彰します。え、10月のイベントなんですけれども、お、実際に表彰、私も表彰させていただくことになっています。楽しみにしています。ぜひ、え、手を振ってくださいね。え、そして、なぜ、 このようなイベントが必要なのかなぜこれをするのかまずにはリーダーシップトレーニングといったものがあります。その他にもプロダクトトレーニングがあります。そしてネットワーキング、そしてリレーションシップビルディングもあります。聞こえますかあ、アンドレスさん戻ってきましたね。 今ちょっと停電してしまったようでしたあまたいなくなってしまいました、えー、そしてネットワーキングとといいうののは非常に大切なものだと思っています私たちの業界というのはネットワークマーケティングというふうに呼ばれているんですけれども「リレーションシップマーケティング」と呼った方がいいと思っています。 リ,リレーションシップ、関係性、これが非常に大切になるわけなんです。そしてそれによっていろいろなチャンスも出てきます。その他にもチームビルディング、このいいえチャンスだということもあります。え皆さんオンラインや、あそしてえ 外国にいる人たち、いろいろな地域な人たち、えこういった人たちと実際に対面で会うことができるわけなんです。これは非常に素晴らしい機会だと思います。あアンドレスさん、あ戻ってきたみたいですけれども、その前にえもう一つう、個人個人の成長といったことがあります。 そして、一人一人がどのような苦労を経て成功してきたのか、そういったことを学ぶこともできます。アンドレさん、戻ってらっしゃいましたね。そしたら、次の10月のコンベンション、なぜブランドパートナーは 参加しした方がいいんでしょうかあその答えの前ですね、えー、本当に失礼しました、あえー、であ停電が行って、えー、あー停電になってしまったようです電気、えーえー、電力会社にちょっと不満を言おうかと思っています。このコンベンションなんですけれども、たくさんのトレーニングがあります。 そして10月のイベントを本当に参加することが必要です。人々を一つにする。そして、エキサイトメントでいっぱいになります。そして、私たちの信念。そして、信頼。そういったことについて、また、思い直すことができます。 そしてえ、一人一人がその一部なのだという、そういった気持ちにさせてくれます。そして、いろいろな人たちにアプローチを受けるかもしれません。また、いろいろな機会に恵まれるかもしれません。何千人もの人たちが一つになる。 そして健康と富を得れるように頑張っているそういったところに集まることができるわけなのです。そのほかにもリコグニションの表彰があります。そしてパフォーマンス今まで頑張ってきた人たちそういった人たちに会って えー、みんなで、えー、祝い合うと言ったこと本当に素晴らしいと思います、えー、私が初めてコンベンションに行ったとき、えー、みんながお祝いをし合った っって言たわけなんですそれを見て本当にすごいなその素晴らしいエネルギーを感じることができました例えば音楽が好きな人たちがあライブのコンサートに行ってえ観客があ飛び上がってえ音楽に乗っているところそういったところは非常にエキサイティングですよね。えそれと同じです コンベンションに参加するには旅費もかかるしお金もかかると言ったこともあります。しかし自分がビジネスを行うといったことに対してこれは妥当な投資だと思っています。あなたが得られるような あ成功に比べたらこれはあこのお費用というのは本当に小さいものだと思います。これは投資えそれでも自分自身への投資だといったことを忘れないでください。あ本当にそうですねえ。確かに費用はかかります。それでもお参加しないことによってえその お、チャンスをものにできないという、そういったこともあるわけです。あなたがおっしゃるように、音楽に対しても、コンサートに行くことによって音楽を聴くのではなく、感じることができるわけです。そして、このコンベンションに参加する投資というのは、自分自身の 将来に対する投資だけではなく、チームに対する投資でもあるわけなんです。そして、この1週間だけを見てもたくさんのイベントがあります。今週、カリフォルニアでもありますし、9月の最初にはイタリアでのイベントもあります。そして、 アジア太平洋でもイベントの方はあこちらあ予定されています。そのためにイベントを聞いたらまず参加してみることそれが大切だと思います。そしてあなたのビジネスにおいてのイベントの重要性についてお話をしてください。 え自分がイベントに行けないのなら他の人たちを誘うこともできませんえ昔えいた会社なんですけれどもお皆さんにぜひイベントに来てほしいというふうに誘ったわけなんです。 えそして、え自分があ最初に行くことになりました。ああ、アンドレさん、また、ああ、アンドレさんいなくなってしまいました。あこれはイベントのいい例だと思います。 非常に残念なんですけれども、それでは、本日、これで終わりにしたいと思います。あ、戻ってらっしゃいましたね。それでは、どうぞ、アンドレさん。そして、私が、初めて自分で仕方なく行った時に、いろいろなことを本当に学んだわけなんです。そして、どうやって他の人たちを、 にトレーニングを与えてえ、ビジネスを行っていけばいいのかについて学んだわけです。えそして、その学びというのは、その後に行ったあさ、えー、不動産のビジネスですとか、いろいろなことについて、えー、利用ができるようになりました。 そのために私が学んだことはまず自分から学ばなくてはいけない他の人たちにイベントに出なさいイベントに出なさいとただ進めるのではなく自分に投資して自分がまず学ぶことが大切なんです。 えそしてえまだイベントにえ参加したことがない方々あ非常に学ぶことがありますえぜひえイベントに行ってくださいあどうもありがとうございますアンドレさんえそして最後ですねえ次のイベントこちらはオーランドでえ10月え12 121314 コンベンンベションですねぜひ来てください皆さんもぜひいらしてくださいそしてカナダでも大きなイベントを準備していますぜひ自分に近いイベントにぜひ参加してくださいそして他の人たちにもぜひイベントに参加するように進めてください そしてあなたが先ほどおっしゃっていたことをまた言いたいと思います。続けていれば必ず得ることができるそしてコンスタントに行うことができればあなたはいつまでもそれを持つことができるでしょう。そして ぜひイベントいらしてくださいね。そして自分のチームの方々も誘ってください。そしてライフウェーブに参加したことがない人たちにもぜひ勧めてそういった人たちを連れてきてください。それでは次のライフウェブコネクトでお会いしたいと思います。そして、えー For myself and for the rest of the LifeWave team, have a great rest of your week. Bye everyone. Thank you. Bye. Thank you, Ryan.